エスタディオナショナルの悲劇は、1964年5月24日に、ペルーの首都リマにある、エスタディオナショナルで行われた、東京オリンピック南米予選のペルー代表対アルゼンチン代表戦の際に発生した群衆事故である。この事故により328人の観客が死亡し、500人以上が負傷したことから、サッカー史上最悪の惨事とも評される。 1960年代のペルーはキューバで発生したキューバ革命の影響を受け共産党の主導による労働争議やデモが多発し左翼勢力と警察当局は常に衝突を繰り返していた軍部の支援を受けて1963年に政権についたフェルナンド・ベラウンデ・テリー大統領は同年3月に農民による 闘争の激化していた7地域を対象に農地改革を実施し優勝による農地の再分配を行ったがアプラ島をはじめとした野党からの反発を受けて頓挫した。こうした中、同年内には南部地域において再び農民による闘争が活発化した。東京オリンピックの南米予選はホームアウェイ方式ではなく、 1964年5月7日から5月31日まで、ペルーのリまで集中開催される予定だった。2大会連続出場を目指す地元のペルー代表、アルゼンチン代表、ブラジル代表、コロンビア代表、ウルグアイ代表、チリ代表、エクアドル代表の7チームが予選に参加してふさあたり方式のリーグ戦を行い、上位2チームが日本で行われる。 本大会へと進出することになっていた。予選は5月23日の時点で4試合を消化し、勝ち点8のアルゼンチン代表が首位に立ち、3試合を消化し、勝ち点5のペルー代表とブラジル代表が追う展開で5月24日の試合を迎えた。リマリマの1個の試合には4万5000人の観客が詰めかけ、ウルグアイ人のアンヘルエドアルド・パソスが主審を務めた。 地元のペルー代表は勝ち点で並ぶブラジル代表との直接対決を前に引き分け以上の結果を求められており、試合はペルーが攻勢を仕掛け優位に試合を進めたが、60分にネストールマンフレティの得点によりアルゼンチン代表が先制した。そのまま時間が経過し、85分にアルゼンチン代表のアンドレスベルトロッティのオーンゴールによりペルー代表が1-1の同点に、 追いついたかに思われたが、パソス主審は、この得点を無効と判定した。この判定が、きっかけとなり場内は、騒然とした空気に包まれ、スタンドから一人の男が飛び降りて、ピッチに侵入して、審判を襲撃しようと試みたが、場内警備を担当する警官によって阻止された。2014年の英国放送協会の報道によれば二人の観客が、ピッチに侵入し、 一人目の男が取り押さえられた後に続いた二人目の男は警察から殴る蹴るなどの激しい暴行を受けたという。BBC によればこの試合を観戦した人物は得点を無効と判定されたことよりもピッチに侵入した観客への過劣な対応が観客を刺激し反発を呼んだと証言し大学教授のホルヘサラサールは1960年代に 活発化した左翼的清運動や警察と民衆との間の長年にわたる衝突もあり、多くの観客は警官に対する復讐を望んでいたと証言している。試合終了まで時間は残されていたが、試合続行は不可能と判断したパスス主審は、この襲撃の直後に終了の笛を鳴らし、アルゼンチン代表の1-0の勝利が決まった。これにより、 場内の観客の興奮状態はさらに高まり、観客はパソス主審を罵るセリフを叫びながら跳ね続け、石や座席シートや敏感類などを投げ入れるなど、場内の雰囲気はさらに深刻さを増した。一部の観客はピッチへなだれ込み、選手行為室を襲撃しようと試みたため、場内警備を担当していたペリューの警察当局は、催涙ガスを使用した群衆鎮圧に乗り出した。 これにより、暴徒化した観客は、総崩れとなって競技場の出口へと向かい、ガスの煙に巻かれて気を失う観客と、それを押しのけて出口へ向かおうとする観客とが、入り混じったパニック状態となり、多数の死傷者を出すことになった。興奮状態の収まらない観客らは、試合後に、リマの市街地へと流入して暴徒化、走行中の自動車への放火や、 商店の破壊活動などを行ったため警官隊が増援され、暴動鎮圧のため発砲も行われた。翌5月25日にも暴徒化した数千人の若者が同競技場を襲撃し、売店からアルコール類を強奪。競技場の事務所内に保存されていたトロフィーを持ち去るために破壊活動を行った。ペルー政府は5月24日夜、 暴動の鎮静化のため非常事態宣言を発表し、個人の自由行動を制限するとともに、犠牲者を追悼するため1週間の国家服務を宣言した。フェルナンド・ベラウンデ・テリー大統領は、自己調査のために憲法の保障を30日間停止する措置を下した。また、医療関係者はラジオを通じて、緊急事態にあるため全国の医師や看護師に対し、 リマに集結するように要請した。公式な死者の数は328人と発表されているが、その中には、場内警備を担当していた二人の警官も含まれている。事故に関する公式報告書によると犠牲者の死因は、窒息や外傷によるものだった。一部メディアはこれらの犠牲者の多くは、サッカーの試合の際の暴動と混乱によるものではなく、競技場外での暴動や、 治安維持に当たった警官の発砲によるものだと証言しているが定かではない。また、死者の数も過小に見積もられたものだとする証言もあるが、自己調査を担当したベンハミン・カスタネダ・ハンジは、そのことを証明できなかったという。チーム 1V、チームに国際サッカー連盟ペルーサッカー連盟は5月24日の事件を受けて予選の継続が可能か検討を行ったが、5月26日、 以降に予定されていた予選日程の中止を発表。残りの1枠を決めるプレーオフを6月7日に、ブラジル連邦共和国のリオデジャネイロで行うことになった。プレーオフには、勝ち点5の成績で並ぶペルー代表とブラジル代表が出場することとなり、4から0と対象したブラジル代表がオリンピックへの出場権を獲得した。 1964年5月25日時点の成績ペルー警察当局はペルー代表対アルゼンチン代表の試合においてピッチに侵入して審判を襲撃したことによりその後の惨事のきっかけを作った男を逮捕した。男はボンバの異名を持つサッカーの試合において何らかのトラブルが発生するたびに審判や選手を襲撃することで有名な人物だった。 競技場内で暴動が発生した際に、催涙ガスの使用を命じた、警備責任者のホルヘ・ア・サンブ派は、禁錮2年6ヶ月、事故調査を担当したウェンハミン・カスタネダ・ハンジは、報告書の提出が遅れた点や、328人の検視に携わることができなかった点を問題視され、罰金が課せられた。事故現場となったエスタディオ・ナショナルでは、 事故の影響により試合開催を見合わせていたが、2ヶ月後の7月25日に再開された。その際、試合開始に先立って、選手たちから1分間の黙祷が捧げられた。この事故を受けて、東京技場の収容人数は5万3000人から4万2000人に、削減されたが、2004年にコパアメリカ2004が開催された際には、収容人数を4万7000人に拡張した。 2014年5月24日、ペルースポーツ協会の主催により、リマ市内の大聖堂で50周年の追悼ミサが行われ、数奇鏡のフアンルイス・シプリアーニラが出席した。アイプド会長のフランシスコ・ボサディボスは、この悲劇はペルーだけでなく世界中が悲しんでいる。これ以上、こうした問題が起こってはならないとの暴力を拒絶する、声明を発表した。また、 ペリューのサッカー史上に残る選手の一人であり、試合の際に選手として出場していたエクトルチュンピタスは、事故から50周年を迎えるにあたり、ピッチ侵入者を平和的な解決方法で排除できれば問題はなかったが、何か特別な方策が存在しただろうか。私にはわからない、私の選手キャリアにおいて最も悲しむべき出来事で、あり今でも記憶に残っている。 人々は娯楽を享受するために競技場を訪れるが、多くの人々が犠牲となったと語った。ありがとうございます。